朝の信仰特本、心すます共和集、しこりを残していませんか。電車に乗っていた時のことです。座っている若者の目の前におばあさんがやってきました。若者はすぐに立ち上がり、おばあさんに席を譲りました。関心な子やなぁと思った矢先、若者はチェッと舌打ちをしたのです。おばあさんはありがとうと言って座りましたが、その場の空気が重くなったのは言うまでもありません。新幹線に乗った時も似たようなことがありました。私の隣に座った人が荷物を棚に乗せず足元に置いたので、そばを通る人がその荷物につまずいて転んでしまったのです。お互いに少し睨み合っただけで大事には至りませんでしたが、周囲はハラハラしますし、その後も嫌な空気が漂っていました。前者の若者は善意から席を譲ったのに、最後に心ない態度を取ったせいでしこりを残しました。後者の二人もどちらか一方からごめんなさいの一言が出ていたら、いえこちらこそとなり、当事者も周囲も穏やかな気持ちでその場を過ごすことができたはずです。自分たちだけでなく周囲の人たちをも不快にさせしこりを残してしまう、これは神様が残念と思われる人間の姿です。そしてそう思われた時点で幸せはスーッと遠のいていき、運命も落ちていきます。だから自分は正しい通り方ができているか、神様がそうだよそれでいいんだよとうなずいてくださっているかどうか、常に考えながら行動したいものです。天理教の教えは心が助かる教えです。心が助かるとは、自分のことではなく人様の助かりを願えるということです。どうしたら、どう言ったらこの人は喜んでくださるかなということだけを考えて行動していれば、それがじわじわと体と心に染み込んで自然ときれいな言葉や行動が出てくるようになります。そうすると運命も一気に変わっていくのです。また病のもとは心からと教えていただきます。例えばがんは小さな腫瘍が大きくなってしこりができたりする病気です。そのしこりはこれまで人生を通ってきた中で残してきた心のしこりが形となって現れてきたものとも考えられます。しこりを作らないに越したことはありませんけれども、もしできてしまったら何とかそれを消す努力をして、神様にそうそうとうなずいていただけるように、真実の心で通らせていただきましょう。